思ったより製パン性がいいぞって感じで、いや使ってみてびっくり、思ったよりいや製パン性がいいのは僕これ認めます、これ認めます。だから今まではプルーン刻んだやつ入れておしまいぐらいだった。で練ってるうちにだんだん色が生地についてくるぐらいなんですよ。それだったら、まあそんなに生地しっとり感がないですよ。でも逆にプルーンのピューレを入れて、なおかつ、アッシェしたやつを入れることによってしっとり感もあって味も出るっていう感じです。プルーンにおいてはプルーンを入れることによってね、プルーンを入れると滑らかになります。だからここが多分バターに近いものの製パン性があるのかなと思います。バターを入れると生地が伸展性、クリーミング性、可塑性っていうのがあるじゃないですか。その3つがプルーンを入れることによって伸展性あります、伸びが良くなります。可塑性ちょっとこれ三角で、クリーミング性はあります、あの軽くなるっていうのは。だからここがバターの代わりになってくれるのかなと思うんですけど、プルーン入れるとね、柔らかくしっとりになるってことはこれ間違いないです、これはやっぱり声を大にしていいんじゃないですか、クリーミング性とやっぱり進展性があるっていうのが。で、あとプルーンの持ってる、まあ、風味と健康的なもんですよね、あえてカロリーオフとは言いませんよ、健康的なもの。これがこういうふうに4拍子揃ってるものっていうのはなかなかないですよ。バターは4秒揃ってないから。だって一時バター重宝された時代があったじゃないですか、ね、バターであればよしっていう感じだったじゃないですか。でも今はやっぱし、ヘルシーな方の健康志向の方に傾いてるから、水分の調整じゃないですか、水分の調整イコール味にならないんですよ。なるほど。使ってみてね、最初は思わなかった。最初思わなかった。お前なんだこれやったの。だってほらどこまで入れていいか分かんないから、量的なところです、ね、そうで2割から、3割は多く入れた方がいいです。生地に対して生地に対して2割で、バターをどのくらい普通入れるかっていうと、生地に対してブリオッシュで、3割5分から4割、バターが3割でも、プルノのプリを4割ぐらい入れた場合には生地はやっぱりだれ気味になります。うん、バターと違って水分が多いから、これはしょうがないよね、でピューレはプルノピューレは水分が多いから、混ざりがまたこれで水分が入るんだ、だから気をつけなきゃいけないのは、調子に乗って入れたらだて気味な生地になりますよね、だから 3割ぐらいが限界かな、ちょっと減らすようなイメージですね。だからいくら美味しくていくらプルーンの効能があったって、見た目にぺったんこだったらそれはもう我々としては商売にならないわけです。まあやっぱりある程度、だからバター入れるタイミングって生地の最初から入れないんですよ。生地が出来上がってグルテンがこうつながった頃になってバターを入れていくと、グルテンのこうつながりが離れないから。でもバターを入れると一回生地が切れたように離れていくんですよ、切れる感じでね。それは歯車かなんかに周りが悪いとグリース差し込むんだ、歯車がこう回るようになるじゃないですか、それと同じようにバターを入れるとグリースと同じようにだんだんだんこう滑らかになってくるんですよ。でつながりがしっかりしてくる、このつながりの潤滑油になってくれるから、で進展性がついてくるわけです。でプルーンをあんまり早く入れると生地がつながりが悪くなってくるから、こんなつながり方になっちゃう。でだからある程度しっかり混ざってから入れない、でもしっかり混ざってから入れたら今度は混ざりが悪くなるから、7割ぐらいのところでやっぱりバターと同じタイミングで入れなきゃならないから、だからそこをバターと同じ役目してるんじゃないですか。あ、だからバターを使ってもいいけど、使った場合にはさらに良くなるって感じじゃないの。バターを入れる、プルーンを入れるとさらに良くなる、さらにいい感じ。だからプルーンを指定しちゃうからゼロから始まるから難しい、プルーン、バターを入れたパンでも入ったパンでもプルーンを入ればさらに良くなる、再発見じゃないですか、プルーンの力の再発見。あ、これいいや、コピーが。プルーンの力の再発見。プルーンの力の再発見。